さあということで、たっちゃんの寺話の時間です。スタジオにはたっちゃんこと川田達也さんです。今日もよろしくお願いします。お願いします。まあ、ちょっと3月も半ばですけれども、はい、まあ、最近の話題としてはやっぱりあの東日本大震災から10年みたいなね、はい、ちょっとそういう、まあ、10年経ったからどうってこともないんですけど、うん、まあ、節目といえば節目の年だなと、まあ、まだまだね復興も道半ばというところですけども、うん、という話題もあって、あの聞くところによるとたっちゃん被災地に行ったことがあると。はい、行ったことが。いつ頃の話ですか。2013年か14年かそのあたり。なるほど。じゃあ、震災の発生から 2,3 年後ぐらいの感じですかね。そうですね、うん、どのあたりですか。陸前高田だとか、はいはいはい、石巻とか石巻、うん、あのあたりをバイクで。あ、そうですか。鹿児島からちょっと行こうと、はい、それはボランティア。いや、そういう立派なことではなくて、はい、もうただ、うん、こう自分の目で見てみたいという。なるほどね。いろいろこうね、ニュースだラジオだこういうメディアを通して見るのはもちろんいいんですけど、はいはいはい、やっぱ自分の目で見て肌で感じたいなってすごく思ってですね、うん、その当時、ね、10年前にあの光景を見た時に、はいはい、これは行かなきゃいけないなとふと思ったので、うん、はい、ちょっとお金貯めて。なるほど。鹿児島からバイクでと。鹿児島からバイクで。はい。はあ、鹿児島からバイクで。鹿児島からバイクで聞いたけど。はあ、大変時間かかるでしょ。往復で48日、はい、かかりました。かかったというかかけたというか、参勤交代じゃないですか。本当ですよ、ほとんど。いやでもどうでした、その 2,3 年後の、まあ、現地被災地というのは、まあ、場所によってね状況違うと思いますけど、瓦礫は片付いてはいましたけど、うん、もう全く手つかずという状態で、うん、まだ陸の上に船はいっぱいあるし、うん、あ、なるほどね。で、被害を受けた建物もまだいっぱいあるしというので、うん、こうなんでしょう、初めて、うん、特に陸前高田はですけど、はい、初めてこう言葉が出ない。あ、まあ、それ言うよね。あの被災地見た人みんな同じことを言いますね。言葉が出ないっていう、言葉が出ない、よく聞くコメントですね。うわーとか、うわすごいな、はい、なんかひどい状況だというのじゃなくて、もう本当に頭も真っ白になるし、うん、もう言葉が全く出したくても出ないっていう状況になりましたね。なるほどね、うんうん、まあ、そこからまたね、あの時間は経ってますから状況は変わってるでしょうけど、うん、まあ、あのこの前のデータではまだその避難生活をしてらっしゃる方が、復興庁の調べで2月末時点だったかな、4万人以上までいらっしゃるということですので、はい、まだまだね、うん、その復興が成し遂げられたとはとても言えない状況だと思いますけど、全くですしょう、ね、まあ、鹿児島県もその南海トラフとかのリスクはあるってずっと言われてるじゃないですか、はい、明日起こってもおかしくないみたいなね。だから全然一言じゃないなと思いますよね。ああいうところに行って、はい、そこでこう力強く生きてる方々を見れたのは良かったです。ああ、なるほどね。なんか話しました、はい、現地の方と。ガソリンスタンドの方とかと。ああ、そっか、まあ、バイクだからね、はい、うん、で逆に驚かれるという。鹿児島からバイクで。そうだろうね。いや、まあいろんな人が来てるだろうけど、鹿児島からバイクで来てる人はそうそう会わないだろうからね、はい、船とか高速とか使ったんだよねって聞かれたんですけど、はい、いや、あのずっと下道でって言ったら、もう逆に向こうが言葉が出ないみたいな。別の意味で。別の意味で。 あんまり驚かしちゃダメよ被災地の人。そうです、ね、うん、下道で行ったんだ。はい、3号線を上がって国道2号とか、うん、国道2号か、じゃあ、瀬戸内海側だね。そうです、瀬戸内海側ずっと行って大阪通って、はい、で1号に乗り名古屋通って、はい、で7号ですかね、あの仙台とか。あ、はいはいはい、あ、仙台じゃない、仙台にも行きましたけど、うん、なるべくこう海沿い行きたかったので、うん、東京周り。あ、じゃあ本当に東海道だね。そうです、東海道行って、うん、そっから、うん、鹿島とか、はいはいはい、茨城県、はい、水戸とか、はいはい、そちらの方に行って、いわきに入ってっていう方に行きました。なるほど。東シナ海、あ、太平洋側を通って、はい、なるほどね。えらい旅をしましたね。えらい旅でした。当時の行程表を見てると、うん、下道ですよ、バイクで、うんうん、250cc、はい、1日250キロとか、1日250キロ、はい、とかを毎日乗ってるんですよ。ようやったなこれと。すごいね、1日250キロか。50キロ平均で走ってたとしても5時間だね。そうです、まあ、でも50キロ平均で走れないもんね、下道だったら、ね、はい、渋滞もありますから、うん、30キロ平均とかになるよね、どうしてもね。毎日鹿児島熊本行ってたと。もうあのお尻どうかなるでしょう。あ、お尻もうどうかなるを通り越して、お尻もう本当にお尻なくなったんじゃないかっていうぐらい。いや、あの良い子は決して真似しないようにしていただきたいですけど。まあでもね、そのまあ何にしろ現地を見るっていうのはね、現地を見ないと分かんないことってありますよね、うん、そうです、もうやっぱり感じるものが全く違いました、うん、この番組のテーマで扱っている歴史とか、うん、まあ、お寺のこともそうですけど、やっぱこう現地を見に行く派なわけですね、たっちゃんはね。そうですね、うん、振り返ればそうですね、うん、なるほど。それでもあれでしょう、その、まあ、東北まで行
った行き帰りもいろいろ寄り道もしたでしょ。いっぱいしましたもういっぱいしましたどっちがメインなんだかみたいなね。そうです、うん、そうですか。なんか覚えてるとこありますか。ここはすごかったみたいな。ですね、まあ、奈良の室生寺というお寺もですけど、はいはい、あこの番組でも一回出てきたね、はい、1回出てきた、うん、神社で一番すごいなと思ったのは、はい、あの茨城県鹿島神宮。あ鹿島神宮有名ですね。あそこは、はい、あの森一つ神社みたいな状況で、そこはすごかったですね。大木が並ぶ並木道とか、たっさんと共通で知ってるんじゃないかと思う森一つ神社みたいなところで言うと、上賀茂神社とか、あ上賀茂神社、下賀茂神社とかはなんか森の中にあるイメージだよね。あの木よりも巨大な木が、あそうなんだ、生えてます。もっと森の中、はい、でその中に徳川家康が建てたお堂だとか、はんはん、松尾芭蕉の可否だとか区否だとか、あれはすごいなと。でそこの森を抜けたら鹿島スタジアムがあるとアントラーズの本拠地。そうですか、そんな作りになってんだ。その頃たつは20代でしょう。24か5かですかね。その頃からもうお寺神社だったんだ。もうどっぷり。あそうですか、そこ以外興味はないぞぐらいのなるほどね、うん、なるほど、まあ、そういう旅をしてきたたつさんとお届けしております寺話ですが、じゃあいつものコーナーに行きましょうか。はい、はい、ではコーナータイトルお願いします。今日の文化財ニュース。ということで、古いお寺とか神社とか、まあ、古いものを大事にしようみたいなお話をしておりますけども、文化財ニュースです。今日は3月6日付の毎日新聞から、小早川家墓所から、これ何、亀、亀です。亀と仮想骨発見、はい、石塔は一族供養の象徴かという記事ですけども、はい、小早川家墓所、はい、あの一番有名な方は小早川高影、高影ですかね、豊臣秀吉の御大老の一人のお墓が広島県三原市の米山寺というお寺にお墓があるんですが、はい、そこにまあ高影だけじゃなくて、うん、小早川家歴代の当主が眠っていると、うん、はい、でそれが、まあ、ここの番組でよく出る宝鏡院塔、はいはいはい、なのですが、それが20基ぐらい並んでるんですね。四角っぽい塔だよね、はい、うん、でそれがですね、はい、平成30年7月の豪雨災害でですね、はい、裏山が崩れまして、あらこの墓所の宝鏡院とか全部でいうかほぼ全部流されてしまったんですね、うん、あそうですか。でそれの復旧作業をする段階でいろいろ調べていきましたと、はい、でまあ、この小早川歴代の人たちのお墓が並んでいるんですが、うん、はい、その隅っこにですね、はい、あの1個宝鏡院塔がありまして、はい、2.5 メートル大きさは、おおでかいね、はい、うん、で1300年代のものなんですが、古っ、はい、これがですね重要文化財なんですよ、はいはいはい、1319年に建てられた石の宝鏡院塔、はい、19年、はい、古いね、の宝鏡院塔で重要文化財、はい、なんですが、がこれは誰の墓か分かってなかったんですよ。あ、もう文化財に指定されてるけど誰の墓かは分かってない。そうです、何のためのなのかで、小早川の歴代よりも随分古いので、はあ、何なんだろうと思って、はい、今回掘ってみようと、お宝鏡院塔の下を掘ってみようと、はい、うん、すると、はい、大きな亀が、はあ、亀が出てきまして、あの、はい、壺みたいなものですね、うんうんうん、その中に仮装した骨がいっぱい入ってたと。ほう、でこれは何なんだろうと調べたところですね、はい、まあ、おそらくですが、こう歴代の人たちの骨の一部をこの中に入れていって、はい、はあ、一部をね、はい、なるほど、もう歴代の骨がみんな入っているという状況ですね、はいはいはい、それを一種の供養塔として、はあ、そのこの亀が入ってますよと、うん、歴代の当主の骨が入った亀がありますというその墓標として、墓標というか、まあ、はいはいはい、供養塔としてこの宝鏡院塔を利用していたんだろうと、じゃないかということが分かったということが分かった。これあれですよね、だからその、お墓ではないわけですね、厳密に言うと、その特定の誰かのお墓ということではなくて、はい、一族のいろんな人の骨をここにちょっとずつ入れたんじゃないかそうですっていうことですよね。で一族をまとめて供養して、うん、小早川家一族の結束を強めていたのではないかと、はあ、いうのが今回分かりました。これ仮装した骨っていうことですよね。仮装ですね。あの以前ほらそのお墓の歴史とかその埋葬方法の歴史みたいなのも番組でやったじゃないですか、はい、あ気になる方は YouTube で過去のやつ見てくださいね。その時に土葬だったりとか、うん、なんかいろんなその
埋葬方法がある中で、火葬って割と最近っていう話もあったような気がするんですけど。ですけど当時からやっぱ大名とかお金持ちは基本的に火葬です。身分の高い方は火葬っていうことですか。はい、その他のちょっとこう、まあ、農民だとかそういう方々は土葬ですけど、うん、身分が上がれば上がるほど火葬になるので、うん、あ、そうなんですね、はい、もうこの頃から小早川家はもう火葬をしていたと。なるほど、うん、まあでもあれですね、掘ったから分かったってことでしょう。そうです。しかもこの豪雨の、まあ、言ったら災害にあったことがきっかけで、うん、はい、まあ、復旧工事の、まあ、ついでにと言ったら言葉悪いけど復旧工事をするんだから調査もしてみようということになったということですよね、はい、いやーまあ分かんないけどこれ小早川家の末裔の方とかもいらっしゃるのかな。そのなんかほら、あの自分家の墓を掘られるのは、まあ、まあ気持ちがいいもんじゃないじゃないですか、まあ確かに、はい、うん、だけど、まあ、その調べることによって分かるこう歴史的な価値とか、うん、文化財的な価値もまたあったりするじゃないですか、はい、難しいですよね。なんかこう調べた方がいいのかそっとしておいた方がいいのかみたいなね。おそらくもう直系がいらっしゃらなくて、で、はあはあ、でこの小早川家墓所がもうおそらくその公有地というか、あ、なるほど、公的なものになってたなってる可能性がありますね。そうか、個人所有だったらなかなかね、うん、勝手に調べるというわけにいかないでしょうけどね。そうか、いやでも掘ればやっぱりいろいろ分かることあるんですね。ありますね。もうこのレベルになったら分かるんでしょうね、うん、しかもこれ掘って出てきたってことは、はい、場所変わってないってことですから、ずっと。あ、そうか、そういうことだね。映してないってことだね。映してないってことなので、うんうんうん、それがまた一つの価値を呼ぶというか、うん、ずっとここにあったっていうこと自体が価値っていうことか。はい、はあ、奥が深いですね。奥深いですよ。味わい深いニュース、ね、味わい深いニュースですね。今日はあの法教院統の話が出てきたので、はい、本編もね石頭なんですよ今日のテーマ。かなりマニアックな、今日はマニアックですよ。まあ、いつもはじゃあどうなんだって感じもするけど、今日はまあよりちょっとマニアックな感じかなと思って、まあちょっとリクエストしたんですけどね、まあ後ほどちょっと紹介しますけど、姶良市の歴史民俗資料館で水神の企画展が行われているということで、はい、まあ、これもね結構マニアックなテーマを選んだなっていう感じなんですけど、マニアックですけど、うん、面白いよね。面白そうですよ、うん、あれは水神の拓本をしかも展示してるっていうね、はい、まあ、後ほどこれは詳しく紹介しますが、ということにもあったちなんでというかね、今日石頭と仲良くなろうというテーマです。なんだそれ。やっぱねちょっとこうなんかかわいそうじゃないですか、こう路傍に打ち捨てられてるというか。いや、あのこれリクエストしたんですけど、こういうのでどうだっつって、はい、なんかよく見たらあるじゃないですか、道端とか、はい、いろんな家の敷地内とかにもある場合もあるよね、はい、なんか学校の一部とかさ、なんか何かしら石で作った火は立ってたりするけど、うん、何なのかが認識されてないもの結構多いんじゃないかなと思って、それがそれを知って仲良くなれば、うん、もうみんな大事にしてくれるだろうとですよ思って、いろんな、ね、記念碑、はい、もあるじゃないですか、まあ、それこそ小学校の校庭とかだったらね、あの卒業記念碑とか、はい、何十周年記念碑とか、まあ、最近だと、まあ、残念なことに学校も閉まっていったりしてるので閉校記念碑とかね、はい、最近は作ったりされるところもありますけど、こういうのもほらあと 2,300 年したら、あ、そうですよね、ここに学校があったんだってい こう記憶として遺産となりますから、ね、校舎はもしかしたら、ね、朽ち果てるかもしれないけど、石碑は比較的残るよね、はい、ということもあるので、今日は石碑でございます。石碑、石頭。しかも一応ですね、うん、あのよく見るやつ。よく見るやつ。よく見るのを3つほど持ってきました。はいはいはい、例えばじゃあその石頭の種類、こんなのがあるよっていうので、さっき出てきたニュースにあった法教院統もその一つ、はい。法教院統ですね。これあのこういう形があったら法教院統みたいな、なんかこう見分け方というか特徴を挙げるとすると何でしょう、法教院統。何でしょう。写真が手元にあるんだけどね、箱が積み重なったみたいな形をして、そうですね、上が塔になってるみたいな感じ、あの3つの、そうですね、3つのパーツに分けられて、はいはいはい、基本四角です。土台のとこも四角、はい、上から見たら四角だし、その上に箱が乗った形をしてて、はい、で上に塔みたいなシュッと伸びたところが伸びたものがある、うん、っていうのがこの形のことを法教院塔っていうんだね。そうです。で、うんうん、基本的にもうパッと見豪華です。ああなるほど、あすごい豪華だ、すごい装飾的だというのはもう法教院統だと、はあはあ、法教院統の一部かもしれないと思った方がいいですね、はあはあ、でもう一つ、はい、もう我が番組のエースで4番ですよ、はい、エースで4番、はい、五輪統、五輪統ですよ。これも丸いのが入ってたら五輪統ですから、
パッと見塔みたいに見えてどっか真ん中に丸いパーツがあったら五輪塔。そうです、おまんじゅうみたいなのを挟んでたらもう五輪塔ですね。おでんの卵のような。あ、そうです、もうそれを それを想像していただければ、上に三角、真ん中に丸、下に四角、はい、これ大体五輪塔の形。そうです、こんにゃくだと思っていただければ上にこんにゃく、そうです、真ん中に大根みたいなね、この形が五輪塔ですと、はいはい、でもう一つはまあ、はいはい、皆さんよく見る石灯籠。あ、石灯籠をよく見るけど、これあの火を灯すためのものでいいんだよね、灯籠だから。ということを言われていますが、いますが、はあ、意外とこれ謎が多くて、石灯籠、はい、まだちょっと僕らも追い切れてないんですけど、はあ、なぜこの灯籠を奉納するのかと、うん、まず神社とか、神社とかに奉納するよね、はい、灯籠を。お墓とか どこどこ検討みたいなの書いてあるもんね。そうです。で、うん、それに本当に火を灯してたのかと、はあ、いうのもよく分かってないし、この石灯籠を奉納するという文化がいつから始まったのかもちょっとまだ僕らには追い切れてない、はあ、そうなんだね、はい、だ仏教的な意味があったりするのかなと思ってたけど、勝手にと思ったんですけど、うん、神社にも奉納してるじゃないですか。あ、まあ、確かに神社にも灯籠あるよね、はい、有名なのは奈良県春日大社とか、はいはいはい、ああいうのもあるので、うん、果たしてこの石灯籠っては何なんだろうっていうのはちょっとまだ追ってます。あ、今追ってるところ、はい、僕ともう一人の方がちょっと追ってる状態です。たくさんが追ってるらしいので、これ詳しく分かったらまた番組でやりましょう、はいはい、そしてで石仏。石仏、これはあれですね、あの仏様、はい、石の仏様ですね。岩壁に掘ってたら魔外仏ってことですね。そうなりますね、はあはあはい、でもう一つが、まあ、これは大正さん住職の墓ですけど、無法塔とい こう丸い墓があるんですよ。丸っこい墓、丸い墓、はい、丸っこい墓があるんです。こうつるんとした墓があるんですよ。なかなかこれ伝わらないだろうな。なので卵塔って言われてるんですけど、卵の塔とかね。あ、そうなんだ、はい、そういう別名もある、まあ、これが、うん、まあ、レギュラーメンバーですよ。これレギュラーメンバー、これレギュラーメンバーです。あ、そう、はい、へえ、これがレギュラーメンバーなんだ。ほうほうほう、まあ、これよくあるやつってことですね。よく見ますこれは、はい、鹿児島でもよく見る。よく見ます。周りをちょっと見回してみてください、はい、あの卵みたいな塔とか石の仏様とかないですか、はいはい、全国的にいっぱいありますか。全国的によくあるってことね、はいはいはい、という、まあ、レギュラーメンバーですが、うん、今日はそれ以外のものもピックアップしていこうじゃないかということで、はい、今日のメイン、はい、今日のメイン一つ目、はい、更新塔。あ、更新塔ね、はい、更新供養塔とも言いますけど、これあれだよね、あの十二支のこれ狩野江猿かな。そうですね、っていう字だよね、はい、の塔ってことだよね。塔です、はい、で更新塔、はい、これ何なのかと、うん、でよく見たら石塔に更新と書いてる時がパターンがほぼ多い、ほとんどそのパターンなので、ほうほうほう、これ見てもらえばすぐ分かると、はい、で意外と墓地の隅っこだとか、うん、道の道端とかにあったりするので、うん、これを見たときはもう、ね、はい、ぜひちょっとこう大事にしていただきたいんですが、まあ、どういう塔なのか、まあ、そもそも 何なのかってことですね、はい、更新塔というやつが。これ更新信仰というかですね、はい、更新公とも言いますが、更新公、そういう教えがありまして、これ仏教じゃなくて実は道教です。中国の道教、道の教えと書いて道教ね。そうです。ほうほうほう。でそれによると、はい、人間の体内にはですね、うん、3つの霊がいまして、はあ、まず魂と書いて魂、魂、はい、で魂の左側を白いという字に書いて白、白です。あと三志というものがありまして、これはちょっとなんか説明できない感じ、うん、そうですね、あの三は三字、漢数字の三に志の字は何だろうな、これあの屋根っていう字の上の部分のみですね。こう垂れの部分、ね、垂れの部分、垂れの部分、はいはい、っていうのが志、はい、いまして、はい、魂白三志というのが人間の体内に宿っている3つの霊だと、はい、ほうほう。で人が死ぬとですね、うん、魂というのは天に昇って、はい、白っていうのは地下に入る。ほう。でこの残りの三志というのがですね、うん、ちょっと悪さをしまして、ほらこれ虫らしいんですよ。三志虫という虫、三志虫という虫、はい、これそういうあの信仰があるってことね、道教の中で。中国の教えですね、うんうんうん、でこの三子中は、うん、宿主が死ぬとですね、うん、自由に飛び回れるらしいんです。ほら体内を抜け出して、はい、しかも祀ってもらうこともできると。祀ってもらうこともできるいうことなので、うん、宿主に早く死んでほしいんですよ。え、この三子という虫が、はい、うん、魂は天に行って白は地下に入るんですけど、この三子だけは自由に飛び回れると、うん、ほうほうほう、いうことなので、はい、ちょっと悪さしちゃおうという考えがあるらしいです。初めて聞いた話だよこれ。なんだそれで、うん、特殊能力があるんですよこの三子中には、うん、
それがですね旧暦で62日に1回カノエサルの日が回ってくるわけですね、更新の日。ああはいはいはい、はい、その日にですね、うん、この三子中は宿主の体内を抜け出して、はい、天に登って天の帝ですよ、天の神様にですね、はい、宿主の日頃の行いを報告するんですよ、うんうんうん、この人は普段こういうことをしてますよと、はい、こんなこういうことをしたのでどうですか天帝さんと、まあ、天の神様、はい、天の神様、うん、どうですか、うん、って言ったらですね、はい、悪いことばっかり言うわけですよね、その宿主がこういうことをしたんですよ、こういうことしてましたよって言ったら、こんな悪いことをしてるぞっていうことを、まあ、こう告げ口しに行くわけ、ね、そうです、天の神様に報告する、うん、すると天の神様はなんとと、うん、そんな悪いことをしているのかと、こいつは悪いやつだなと、はい、寿命をちょっと短くしようと言ってですね、はあ、寿命を短くする、え、三子が告げ口することによって、 そう、うん、そしたらもう三子はにっこりですよ、これでまた自由になる日が近づいたと、近づいたぞと、ほうほうほう、で三子中はですね、うん、夜抜け出すんですね、うん、夜ですね、はい、で翌朝には宿主の体内に戻ってくると、戻ってくる、そういう教えが信仰があって、うん、で当時の人々はそういうのはやっぱ信じますから、はあ、これは避けなきゃいけないって言ってですね、うんうん、夜通し 眠らないで、うん、その天の神様とか、うん、まあ、天の神様が姿を変えたと言われている猿田彦、猿田彦、はい、猿田彦って日本神話、日本の神様ですね、同郷なのに、そうです、ミックスされてくるんですね、あ、この辺で混ざってるんだね、はい、もうね、うん、でその銅鏡の中に出てくる正面金剛というですね、はい、像がいるんですね、青い面の金剛像、金剛力士の金剛ですね、はい、祀って、はい、でそれを権行とかちょっとこう念仏唱えたりとかそういうことをして、うん、こう三子中が体から出るのを防ごうという、あ、寝てる間に出るから、はい、起きてれば出ないってことか、それはみんなで集まって、うんうんうん、こうというものを組んで、うん、その出ないようにしよう、更新の日に出ないようにしようっていうのが更新信仰というものなんです。はあ、寝ない方が健康に悪いというか寿命縮まりそうですけどね。どっちかというと。まあでもこれが、ね、実は最初の頃はですよ、これ平安時代からやってたんですけど、うん、平安の人たちはみんな歌を読んだりとかいろんなことしてたんですけど、みやびですね、うん、だんだんですね、うん、酒飲もうと、まあ夜通し起きてんだからね、はい、まあ、酒ぐらい飲もうかと、宴会しようと、まあ、そうなるよね、はい、うん、最終的には宴会の あの口実になったらしいですけども、うん、やっぱり寿命が縮まる感じがするけど、ね、夜通し酒飲むんでしょう、うん、で、はい、これをですね、その更新行というのをその夜通し寝ないっていうのを62時に1回やるっていうのを3年ぐらい続けた時に、はい、この更新等というのをちゃんとしましたという証として、ちゃんとやったよっていうことか、そうです、はあはあ、立てたっていうのがこの更新等、うん、更新等なんだ、はい、じゃあ、60日に1回のこの更新後を3年続けたよっていう印なんだ、はい、あの塔は、そうです、はあ、やったよちゃんとというのですね、そこであの宴会が繰り広げられたよっていう印でもあるっていうことなわけですね。たまに名前書いてますから、はあはあ、60日で1回ってことは年間6回ぐらいってことか、はい、で3年続けたってことはまあ十数回はやってるよと、やってますね、飲み会を、はい、18回はしましたよとということですね、はい、でこれ、うん、あの愛良市はちゃんと指定文化財がありまして、ほら、そうなんだ、はい、上場更新供養碑といってですね、はいはい、これ1647年に江戸時代じゃないですか、はい、江戸時代に建てられて、うん、高さ2m11cm、うん、これ愛良市にあるの、愛良市にあります、そうなんだ、これ見たことない、はい、どこでしょうか、これはですね、どこの辺って言いましたかね、愛良市にある、はい、愛良市にちょっと山の山手の方、山手の方にある、あ、ちょっと後で調べましょう、はい、はいはい、でそこに、うん、すごいです、これ飲み会した証って言ったらすごい失礼ですけど、うんうんうん、ちゃんとした文章も書いてて、諸行無常、是生滅法と書いててですね、是生滅法、はい、この世の全てのものは常にとどまることなく移り変わり、うん、生きているものは必ず死ぬと、うん、でその次、消滅滅意弱滅威楽と書いててですね、うん、生死のある世界を超越して安らぎの境地である涅槃に入ると、で煩悩が滅した悟りの境地に真の安楽があるって、ちょっとこう仏教的なものも書いてる、だからやっぱ仏教入ってきてるよね、これは明らかに、はい、涅槃とかね、そうです、道教のものなのに仏教が入ってきてるし、うん、でその上にですね、さっき出てきた正面金剛というものを表す梵字が彫られてる、はいはいはい、これもミックスされてます、そうなんだ、はい、そういう初めて聞いたね、この更新塔のなんか背景にあるストーリー、なんか虫がいてなんとかみたいな、そうですね、面白いですね、こういうの信じてなんだね、そうですよ、
で正面金剛さっき梵字とか言ってるんで、まあはい、まあ、仏教と結びついてますけど、はいはい、まあ、仏像ではなくさっき言ったように道教由来なので、うんうんうん、仏像として扱っていいのか、仏像ではなさそうってことだね、うん、だからちゃんとその行進行をやったよっていう記念碑ってことだもんね。そうです、うん、ただ記念碑立てたらもうやんなくていいのかな、どうなんですかね、やったんじゃないですか、飲み会で一区切りとして3年やったようで建てて、はい、また次の司会やるのかなでしょうね、うん、多分やっぱ飲み会したいですから、うん、やってまた建てるのかな、はい、っていうことか。でこれとちょっと違って、その正面金剛をドーンと掘って、はい、ほうほう、ちょっと怒った顔に腕が6本ぐらい生えてるんですよ、うん、この正面金剛というのは。 その像に行進と掘ったりするという日もあります。はあ、そうなんだ、うん、不思議なストーリーですね。なんかこう改めて聞いてみるとね、不思議ですよね。江戸時代の人々とかが割とね、あの最近までやってた話ではある。なんかでもこれ名残とかありそうだね、こういう風習の名残みたいなのが形を変えてあると思います。なんか地域に残ってたりとかしそうで、なんとか公ってあるもんね、うん、ありますね、観音公とか、うん、庚申公もおそらく明治まではやってたんじゃないかなと僕は思ってるんですが、今日ちょっと多分時間の都合で扱えないと思うんですけど、鹿児島で石造りのあの像というとやっぱ田野観さを思い浮かべる方多いと思うんですけど、はい、田野観さも田野観公とかやってますもんね。やってますね。なんか家の中に入れてお祭りして、うん、なんかそれこそお酒飲んだり、うん、ね、田野観さにお化粧して運び出したりとかいろいろしてますもんね。してますね、うん、なんかこう近いものというかミックスされたり してる考え方とかもあるのかもしれないな。あるみたいですね。この正面金剛の軸とか残ってるらしいです、うん、なるほどね、はい、これあの行進って書いてあったらもう行進等と思っていい、思っていいです、ね、はい、多分なんか十何基あるらしいんですけど、愛田市内に。あ、そんなにあるの、はい、細かく探せばもっとあると思うので、ぜひねちょっと見つけた方は、はい、どこに言えばいいですかね。力民館です。ああ、なるほどね。はい、こんなのがあったぞっつって、はい、ぜひ教えてください。行進と覚えてください。はい、今日は石塔と仲良くなろうという特集をお送りしております。どのぐらい届いてるかな分かりませんけどね。で、あのテーマと全く関係のない曲を一曲かけましょうか。こっちの方が届くかもしれないですね。はい、今日また新しいの持ってきた。あ、曲自体はちょっと前からあるけど、はい、新しいバージョンというかファーストテイクバージョン、ね、そうです。最近流行りですね、はい。なんとかかんとかファーストテイクバージョンっていう曲紹介よく聞くもんね。最近そうです、ね、最近このパターンよく聞くんですよ。はい。はい、じゃあタツさんよろしくお願いします。はい、じゃあ山春を告げる from the first take。You're listening to I Love You FM。 曲は山で春を告げる The First Take バージョン。はい、この人声がやっぱ特徴的ですよね。特徴ですよね、うん、しかもこのファーストテイクやっぱこの生歌一発撮りじゃないですか。そうそうそう、一発撮りっていうのがね、なんかよく考えたよねこの企画ね。すごいですよね、うん、それでこのクオリティの声を出せるっていうのは、実際に 2,3 回撮ってるかもしれないけどそこはもう ねあのそういうものだと思って触れないよ悪い大人がねいろいろこういうことを考えるわけですけども、YouTube でお聞きの皆さん、ちょっと曲の部分カットしておりますが申し訳ございません。曲の前には行進党の話、今日石党と仲良くなろうっていうテーマなんですけども、はい、行進党やりましたけど、県内最古の行進党が愛良市にある、はい、ちょっと言い忘れてましたけども、はい、あの県内最古のその行進党が、うん、漆にへありまして、はいはい、これがですね1523年、お古いね、今から本当にちょうど500年前、室町時代ぐらい時代ぐらいですね、まあ、戦国時代ぐらいかな、室町時代ですね、うん、のものが漆に残ってる、はい、へ、漆はさあれだよ、あの大きい田野観さも文化財指定されてる、ありますね、のがあるけど、なんかこういう好きなのかな、こういうの作るのが、なんかやっぱなんかどういう、どうなんて言えばいいですかね、独自のなんかありますよ、なんか文化がありそうだよね、はい、うん、しかも名が残っているのでものすごく古い五輪塔もありますから、それ1299年、おめっちゃ古いなので、うん、あの漆っていうところにはいろいろ古いものが、うん、なんかその石工さんもいたんだろうね、近くにね、あいたんでしょうね、うんうん、こういう石を掘ったり加工したりする技術がないとできないもんね、はい、県内最古の行進と漆にあるそうです、はい、ちょっと見に行ってみましょうかね、うん、はい、ということでまず今日は行進党からですが、石党と仲良くなろうその2、これはもう皆さん知ってるんじゃないでしょうか、はい、石棺党、はいはいはい、石岩党とも言うらしいですか、はいはい、これあのなんていうか突き当たりにあるよね、道の突き当たりに、はい、定時路とか、うんうん、あの辺にありますね、はいはい、でこれはね、これも中国由来らしいのですが、はい、まあ、魔除けの効果があると
ただこう石に石棺灯って書いてなんかこう壁に埋め込んであったり、まあ、その石碑だけが置いてある場合もあるけど、はい、ただそれだけのものが多いよね。多いですね、うん、で沖縄とか、はい、鹿児島とか、うん、宮崎にも集中してあるんですが、実は全国にもあるし、はいはい、海外にもあります、うん、で日本海外にもあるんだ。海外にも、はい、一番日本で鹿児島から遠い場所は青森県。へえ、青森県にもあるんだ、はい、青森県にも江戸時代のものがあると。はで、あとは東南アジア。東南アジアにもある、はい、にもあると。これなんだろうね、その恒心島みたいに道教が由来とかなんかそういう何か分かんないよね。これ中国の民間信仰なんですかね。民間信仰なのかな。はい、あのアイラビュー FM で発行しているクラブアイラビューマガジン、タツさんにもコラム毎回書いてもらってますけど、はい、あの記事で、前回の号でね、1月3月号で、あの麓っていうのを扱ったんですよ、はい、でまあ、武家の、まあ、武士が暮らした町のことを麓って言いますけど、うん、まあ、市内にある麓のあたりを回ってみようと思って、で回ってたらこれも教えてもらって、あの気がついたんですけど、結構石棺島があるのよ。その麓があった、はい、その町割りの中に、うん、結構そのもう建物は変わってても、町の道の形は変わってなかったりするじゃん、はい、その江戸時代から、うん、その道のやっぱりこう武家屋敷があったところってなんかちょっと入り組んでたりしますよ ね。 そうですね、防御のためにもだったりとかね、はい、そうするとこうやっぱ突き当たりがあるので、突き当たりのところにね結構石棺島があるあっていうのをちょっとあの記事の中にも書いたんですけど、やっぱ伝統的にやってるんでしょうね、そういうのは、ね、江戸時代のものがいっぱい残ってるので、うん、はい、でも あれだよね、あの新築のお宅とかにもついてたりするよ。ありますよ、普通の最近の団地内とかにもあるよね。ありますから、うちの近くにも2つぐらい、うん、新しいやつでしょ。新しいやつが、だからこれは決してその古いものだけじゃなくて今でも続いてる信仰と言っていいんじゃないですか。そうですね、現役の信仰の一つだと、うん、はあ、でこの石棺島の名前の由来は、うんうん、まあ、中国の武将だとか、はい、まあ、力士の名前なんじゃないのかなとかいう話らしいですけど、はいはい、まあ、詳しいことはわからないと。うん、そうなんだね。沖縄から入ってきたっていうイメージだった。そうです。でもその T 字路、丁字路にあるっていうのはおそらく沖縄の信仰がですね、うん、混じってるようで、うん、あ、そうなんだ。伝わってくる段階でちょっとアレンジされてるのかな、はい、沖縄にですね、はい、マジムンという魔物がいるという伝説があるらしく、出たよ、なんかそういうのいっぱいあるよね、うん、でそのマジムンがですね、うん、道を徘徊していまして、はあ、で股をくぐられると、うん、その人は亡くなってしまうという伝説があるらしいです。マジムンすげえ怖い。マジムン怖いですよ、うん、でものすごくスピードが速いと、はいはいはい、ですけど速すぎるもんだから直進しかできないらしいんですね、うんうん、はあ、なるほど。でスピードが速いからスピードが速い曲がれないんだ、はい、あのルイージタイプですねマリオカートでいうとルイージですかね。ブレーキが効かない。あ、そうです、ね、スピードは速いけど、うん、で、はい、T 字路、その突き当たりになるとこう向かいの家に飛び込むんですよ、マジムンが。ほうほうほう、ドーンと、はい、なので、うん、それを防ぐために、うん、家に飛び込んできて何かが災いが起こるのを防ぐために、はい、突き当たりに石棺灯を置いてですね、うんうん、その石棺灯にマジムンをバーンとぶつけさせて、はい、マジムンの魔力を奪うという言い伝えがあると。でもこれなんかこう仏様を描いているわけでもなければ、なんかこう念仏みたいなものが彫ってあるわけでもないじゃないですか、はい、ただ石棺灯って書いてあるだけの石のこう火にそういう力があるって信じられてるんだね。そうですね、バリアですよ。あ、バリアだね、うん、今風に言うと AT フィールド、ね、そうです、僕も今言おうと思いましたAT フィールド分かる人しか分かんないやつエヴァンゲリオンです、はい、AT フィールドですよ。あ、これがおそらく日本に入ってくる段階でこれが入ったんじゃないかなと。あ、まあ、でもなんかこう武家屋敷の中にあったりするのはやっぱ悪いものの侵入を防ぎたいみたいなのはちょっとなんかこうね、あのこう武家町を守りたいみたいなところとちょっとこうリンクするものもあったのかもしれないですね。そうですね、うん、で名画って一番古いものは、はい、これ鹿児島にありまして、あ、石棺島の、はい、渋獅子、はい、これは1616年へというようなものがあって、あ、これ今写真見てるんですけど結構ちゃんとはっきり分かる石棺島って彫ってありますね。そうです。へ、これ日付も彫ってあるんだ。日付も彫ってますね。元和2年って書いてますね。はあ、もう今と全然変わらないですよこれ。そうですね。で愛らしい西浦、うんうん、西浦、はいはい、ですね、鴨ですね、はい、石棺島には盆地みたいなものが掘ってあるものがある、うん、なるほどね。で湧水町にもある、はあはあ、で霧島市の巻園にはですね、うん、墨書きで墨書き、はい、石棺島と書かれた1775年の激レア石棺島。激レア石棺島だね、はい、いや面白いね。石棺島だけでも奥が深いというか、これは至る所にあるから、そのなんていうの、
ここにあったっつって写真撮ってコレクションするみたいな遊び方ができるね。できます。これはね、スタンプラリー的なね。タノカンサーと同じ使い方ができますよ。誰かあの石棺とインスタグラムやらないかな。やりましょうか。石棺スタグラム。実何ね。語呂が悪い。語呂が悪い。でもう一つ、大きなのもありまして、大きなの僕らが見る石棺とでちっちゃいじゃないですか。はい、これ一菊式の市に高さ1メートル64センチでかの1774年の石棺塔がありまして、でさらに面白いのが、側面にですね、右湯の元通りって書いてるんですよ。湯の元っていうのが、まあ一菊式の市の温泉街であるんですが、東一菊のあたりだよね。そうです。そこの右に行くとそこに行きますっていう道しるべですよ、言うたら。あ、道しるべ役も果たしてた、果たしてる、はあ、でそこに石棺塔と書いてるっていう、そういう役割のものもあると、はあ、石棺塔だけどその、まあ、せっかく建てるならあのこっち行ったら東一期だよっていうのが分かるように書いとけってことだ。そうです、はあ、それも江戸時代の面白いですね。石棺塔奥が深いな。いや奥深いですよ。石棺塔マップ作りたいですね。ものすごい数になりそうですけど、あ、ほらほら、あの Google マップとかにさ、あのピン打てるじゃないですか、はい、あれやってる人いるんですよ。で、あのね、トイレ、公衆トイレマップとか、ほう、あのポストマップとか作ってる人いるんですよ、はあ、ポストをあの写真撮って、写真と一緒に投稿できるからさ、あれ写真と ここにあったぞっていうのをピンを Google マップ上に打ってそれ公開してる人がいるんですけど、はあ、何が面白いか全然分かんないんですけどね。まあ、でも公衆トイレマップとかはまあもしかしたら役に立つかもしれない。助かりますよ、うん、なんかね、トイレ探してる人の役に立つかもなと思うんだけど、石棺塔マップ作りたいですね。石棺塔マップ作ったらどうえらいことになりません。ほら、あの誰でも投稿できるようにしてさ、みんなで石棺塔マップ作ろうぜっていう。面白いですよ、謎の遊びができる気がするな。それで数分かりますし、いくつあるのかとか、うんうんうん、いや面白いかもしれないですね。ちょっとアイラ市から始めましょう。市から始めましょうか、はい、いや、いっぱいあるよ。うちの近所だけでもいくつか思いつくもんね、これね。あの新しいものですけどね、うん、うん、なるほどな。石棺塔、石棺塔、今日意外とちょっと時間ないんですけど、はい、あの石塔と仲良くなろうっていうテーマでパッと、パッといきましょうか。あの水神です、続いて。はい、水神、はい、これはもう名前の通り水の神で、川とか田んぼとか用水路とか水源地とかそれに置かれている日本の民間信仰の一つですが、はい、うんうん、まあ、一つ気になるのは、はい、海にはあまりない。あ、水神と言いながら川のそばあるけどね、はい、うん、確かに海のそばで水神って見たことないかも。だからおそらくこう川と海ってやっぱ当時の人も別のものとして考えてたのかもしれないですね。うちのね、あの実家の敷地内にもありますよ、水神様。あ、本当ですか、うん、でもうやってないかもだけど、うちの、まあ、あのじいさんばあさんが元気だった頃はその大晦日にね、なんて言ったらいいかな、榊とかあの神様に備える葉っぱとかあるじゃないですか、はい、なんかね、あれを取ってきなさいって言われて山から取ってくるんだけど、ほう、でそのこう新しい年を迎えるときにその水神様にもね、それを備えるっていうことをすごくちっちゃい頃だけどやってた記憶がある。あ、実にやっぱ民間信仰、まあ、実に民間信仰らしいですよね、こういうのね。もう今やってないですけど、これもそれでもまだ生きてるかもしれないですね、水神とかも。あの、うん、大きな川のそばにある水神様とかだとその地域の人たちがなんか水神様祭りみたいなちょっとした行事をやってる場合もありますよね。あ、しますね、はい、うん、そういうのも聞いたことありますね、うんうん、まあ、あとはこう水神じゃなくて水天とかいう水天形で書かれてるものもありますね。これやっぱりその、まあ、水に対するなんていうのかな、こう畏敬の念というか、うん、あの農作物をもたらしてくれるいいところもあり怒らせると怖いところもありみたいな、うん、なんかそういうところから生まれてるものなのかなな気がしますね、うん、はい、という水神をテーマにした企画展が姶良市歴史民俗資料館で4月29日まで行われております、はい、サブタイトルが石踏みに刻まれた先人の記録。これは本当に面白いですよ。なかなかない企画だと思いますけど、まあ、水神様のその石碑そのものを持ってくるわけにいかないので、うん、拓本を展示してあるんですけど。いいですね、拓本ね。これだから水神様のその碑に書かれていることをあの紙に写し取ったものってことですよね。そうです、版画みたいなものですね。版画みたいな、だ反転してるんだよね、はい、反転してますけど、それまた裏返すんですかね。反転してますかね。反転はしてないのか、そのまま取るから、はい、多分大丈夫です。大丈夫、そのまま、はい、あ、そうかそうか、拓本マニアいますから。もうちょっと奥が深い世界な気がするんだけどな。僕の友達に、はい、あの日本でいろいろ石碑があって拓本取られてる石碑がいっぱいあるんですよ、うん、その拓本を買い漁ってですね、はあ、あの部屋に貼ってる友達が買い漁っていろんなコレクターの方がいますよね、うん、その友達の部屋には10枚ぐらい拓本貼ってましたからね。ポスターみたいに、ポスターみたいに、ああ普通はなんかあのグラビアとか貼るとかそういうんですよ。拓本をアイドルじゃなくて拓本貼ってあると、うん、そうなんだ。
いやまあでも水神の、碑に書いてある文字を拓本に写し取ったものを、展示してある企画展が、4月29日までです。愛田市歴史民俗資料館。結構なんか愚痴とか当時のそういうリアルな状況が持ってあるらしいので、これ面白いと思います。愛田市内の水神碑72基だって。あー、たくさんありますね。あるんだね。だからこれをちゃんと調べたっていうのはすごいなと思いますけど、おそらく江戸から昭和までずっと全部含めて72基ぐらいだと思うんですが、あのね、そう書いてあった。江戸時代から昭和にかけての地域の歴史を紹介しますと。まあ、だからこれ昔の言葉で書いてあるからパッと見て何が書いてあるか分かんないと思うけど、はい、ちゃんと解説もされてるはずなので。そうですね、はい、ちょっと一回見てみたいなと思ってますけどね、いや石碑面白いですね。まだまだ、まだあるでしょう。まだまだまだあるし、なんかこう昔のものじゃないかもしれないけど、意外と見つけたら写真撮りたくなるのはテイソあれも石碑でしょ。また渋い。テイソ好きなんですよ。いいですね。テイソって意味わかんないけどなんかあるじゃないですか、ビルの1階とかに基礎を打ちましたという。テイソ、テイソでなんか写真撮っちゃうんですよね。はい、でもなんか違いありそうですよ、そのテイソの形の違いというか、うんうん、あるあるある。ね、豪華なビルのテイソやっぱり立派だもん、ね、やっぱり。あとね、テイソ単体であるやつと、はい、テイソ自体がもうなんか石碑として成立してるというか、単体であるやつと、はい、もうビルに埋め込んであるやつがあるのよ。あ、僕が今想像したのは埋め込んだタイプ。埋め込み型が多いでしょう。独立型があるんですか。あるあるある。ね、まあ、鹿児島だとあんまり見ないかもしれないけど、まあ、都会に行くとテイソいっぱい見られるから結構ね、テイソ見て回るんだけど。テイソ天国。そうそうそう。ね、大阪のどこだったかな、もうちょっと忘れたけど、すごいビル街があるわけですよ、はい。でもね、それも歴史をたどると昔はやっぱりなんかその、薬と繊維だったかな、はい、問屋さんとかがなんか昔はそうだったっていう通りがあるんだけど、はい、そこね、昔ながらのでかいビルがたくさんあるのよ、はい、昭和の多分だから高度経済成長期ぐらいに建てられたぐらいのでかいビルがいっぱいあって、うん、そこはね、テイソ立派ね、テイソとして建ててあるから独立で、独立型で。上垣さんのベストテイソは、ね、いや、だからビル埋め込み型だとビルはほらやっぱ耐久年数というか耐、はい、もあるし建て替えられちゃうじゃないですか。だからビルの解体とともにテイソも失われるわけですよ。あ、なるほど。じゃなくてビルからちょっと前に出してあるテイソがあるわけですよ。はい、そうそう。はビル本体がなくなってももしかしたらこれ残るんじゃないかなって。テイソだけ残る。そうそうそう。いいですね、テイソ。いいですね。寺話からどんどん離れてるけど大丈夫この番組。もはや寺何も関係ないけど。関係ないですけど。でもほら、なんだろうな、そう、ここにこういう建物があったよっていう記念碑っていうパターンはあるでしょう。そうです、立派な歴史ですから。お寺とかそういうのも、はい、なんかね、うん、いいんじゃないかなと思いますけどね、テイソ。いいですね。いや、ちょっと見直しました、テイソ。まさか最後にテイソの話が出てくるとは思いますけどね。あれもだからでもなんか意味があるんだろうね、そのなんか テイソってそもそも何なんだろうってずっと思ってるけど。確かにそうですね。うん、それまだテイソから入って仲良くなるっていうのもありますから、はい、石碑ね。やっぱこう、うん、新しいものが好きな人はテイソから入る。まあ多分あれはビルとかが作られるようになってからの文化だとは思うけど、うん、その間ぐらいで言うとさ、なんかこう区画整理工事が完成しましたみたいな記念碑とかあるじゃん。ありますね。ちょっとあれはもう歴史になりかかってるよね。そうですね。ああいうのはね、自然石に書いてるような、自然石みたいな、そうそうそう、とか。ほら、いっぱいあるじゃないですか。やっぱ歴史につながるものではありますよね。だから石に掘るっていうのはやっぱりその記憶をそこに留めておきたいというなんかね、人々の気持ちというか、うん、だからこうなんか紙とかじゃなくて石に残すんだろうからね、うん、ほら、そう思ってやっぱ僕らに一番身近なものは、はい、歴史は石碑ですから、うん、石碑にちょっと興味を持っていただければということでこんな企画をやってみたんですけど、どれぐらい伝わったかな、ラジオ聞いてる方に。ビシビシ伝わってるでしょう今日は。よくわかんないですけど、今日のテーマは石塔と仲良くなろうでした。たつさん今日もありがとうございました。ありがとうございました、では最後の曲紹介をしてもらいたいんですけど、今日はラスト曲、ちょっとこだわりの選曲ということ。そうです、ちょっとこの最近の曲なんですが、グラミーを取ったブルーノマーズとアンダーソンパークという2人が、はい、まさかのユニットを組んで曲を出すというですね、とんでもない曲です。なるほど、はいはい、じゃあ曲紹介をしていただいて、はい、よろしいでしょうか。シルクソニック、リープザドアオープン。